ん、何かした？ん、何だと？本体動きは痛い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 、これ超痛いっすね。まあほら痛い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 っていうか、今もうやる前から痛いっすよ。絶対痛いよ、まあ、それやめてやめて、痛い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 、何してんの。はい、始まりました。何が始まったんだよ。はい、今回は我々名説プロジェクトがマリオパーティー10をプレイしていきましょうという。よし、私がロゼッタをプレイしている FB37 です。痛い痛い痛い、アルモホットです。痛い、なんだから。そしてキックマックスです。エヴァです。痛い。じゃあ早速やっていきましょう。まあ今回で多分ね、強制お前今回のゲームも終わるんじゃない。もうやいつまでやって分かってる。痛い。え、何え、何とか言って、何、じゃあまずいきますよ、ロゼッタ。私、あ、5結構出たね。ラストスパート、ラストスパートゴールに近づいてきたって。ああ、皆さんのリトルスターを見てました、うんうん、減りましたけれども。ひでえよ、すごいね、さっきロゼッタ ぶっちぎったのね。ぶっちぎったのに、にもかかわらず、そう、今かわいそうなことになっちゃって、ね、75% ありがとう、ゆっくりサイコロは助かるな、うん、ありがとうございます。やっぱゆっくりサイコは一番、ゆっくりサイコなんだ、ゆっくりサイコって。ゆっくりなサイコガンダムかよ。確かにサイコガンダムでかすぎて結構ゆっくり、まあゆっくり目には見えるね、でかすぎてな。あれプレイするミニゲーム、ああそうなんだ、あそれはいいじゃん、お前に有利なのを選んでいけばいい。わからんもんだって。まあね、うん、オッケーオッケー。でもすげえ10マスがいっぱいあるから。10マス10マス、びっくりした今。あ、またクッパーマス止まったから。俺いきなり前でなんかみんな並んだぞ。しかもゆっくりタイコロを取る、ここでこれタイコロこれ、ああわー、123だよ、いらないね、123だよ、すごくいらないね、123サイコロだよ。じゃあ右の持ってるし、持ってるし、持ってるし、おー、しよしよしよし、謎決めれるんじゃない。お、2対2だ、2対2。じゃあどういう組み合わせ、誰が、そうだ、みんなもう並んでる状態が、またよ、あー、これか、さっきあっただろ、またよ、よかよ、ね、あー、これ決めれるのか、どれでもいいよ。スパイクを決めろって。ああ、これやりたいね。ああ、面白そう。これ面白そうよね。よし。スパイクを決めろ。スパイクを決めろ。ブサイクを決めろ。息を合わせてトス&スパイク。あ、それぞれ違う。俺は盾持ちだ。俺も盾持ちだ。キックが横持ちだ。あ？だからキックがトス役。スパイク。オッケー、オッケー、オッケー。あ、こうやってやるの？ちょっと、あそう、横コントローラーを持ち上げる、はい、うん、まあ立て、縦振りね、そうそう、よし、ちゃんと合わせろよ、合わせろ、合わせろ、よし、頼むぞ、あ、よし、アルマ、よっしゃ、これはもうでも、どっちかというと、スパイクする人が結構重要だね、おそらく。知らん知らんかい。あでも、はい、はい、よし、はい、やべ、相手も結構やってる、おい、おい、はい、これむずい、むずい、おい、おい、はい、おい、全然、おい、はい、おい、はい、おい、はい、お、いいぞ、なんかドンキガツンって、はい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 、だいぶ早くなってる、はい、はい、あ、間違った、はい、はい、あー、2枚だけミスった。あ、そうですよ、くっそー、そっち、クソじゃない何やってんの。全くシステムも俺どうしたんですか、できなかったわ、システムもできなかったまあでもね、アロマミスりまくったけど、俺はアロマの友達だからな、マブダチだもんな、やめろ。うわー、これクッパマスだらけじゃねえかよ。何が、うわライバルから横取りマスもあるよ。へえ、早くサロ選べ01、お、いいね、ゼロ、足かも、動かず、動かずだね、8の G は0、そう、1出して VS 止めたのかね、ね、キック 1出して VS 止まってよ、 VS、 はい、お、素直やで、素直やで、素直や、2人とも同じキックやねんけ。いやー、俺何も持ってないんですけど、まあしゃあない、1出せ、クッパマスじゃない、ここは1出したらマジか、うわー、サイコガンダムやなんけ。いやー、あれ初、そうだ、初だね、これどうなんだろう、うん、あれみんな吸い込まれてる、全員吸い込まれたね、あー、やっぱ全員に影響があるのかな、おお。
あ、ほんとだ。クッパ革命。1万リトルスタープル。クッパ革命。あ、クッパ革命。何が起きんの。あれなんだっけ、クッパ革命。再分配されるとかじゃない。ああ、そうじゃないか。でもみんな同じぐらいだ。確かにね、うん、それ革命すぎるでしょ。まず、あ、そうだ。あ、そうだ。はあ、そう。おお、足りなくね。うわ、適当じゃん。うわ、適当。あ、三番。え、あ、あ、わお、あ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 、そうそう、手間、手間賃、手間賃、まあ、出張ってきてくれたわけだからね。そうだね、そう、あげるよ、手数料でね、やっぱ大体 10% を持ってかれるのが当たり前ですから、ね、今全員さ、同じぐらいだったからさ、うん、何にもあれだよそういうことじゃなくないちょっと減ったかなぐらい、ここは大事、ここは大事、あー、なるほどね、どうしよっかな、そうだね、まあ、大事っていうぐらいだから、まあ、勝ちに行くためにはこのね、ゆっくりサイコロでここを通過したいところなんだけど、でも俺はやっぱみんなのパーティー感をさ、そう、最初するから、さあ、俺はゆっくりサイコロで、マジかよ、もうゆっくりサイコロ2を出す、さすがです、任せろ、だって今俺でもやるもん、絶対俺1、2、3サイコロ使えばいいと思う、いや、いや、出したら3出て、そう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 、意味ない、いや、これをここをだって過ぎたらもう終わりで、いや、やっぱバトルが一番楽しい、バトル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 、うん、俺らは争ってこそだから、そうだね、うん、それでこそだ、あ、また俺選べんだ、あ、アクション、あ、かわしてミツバチ面白そうじゃない、ちょっと難しいアクションだって、へー、あー、多分ミツバチからかわしてスズメバチ、横持ち、ジャンプ、あー、あー、まあ、縄跳びみたいな、いいよー、オッケー、よし、めちゃくちゃ、めちゃくちゃドンキー邪魔したろ、よし、回しとけ、おらおらおら、ドンキー、おらおら、来た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 、え、びっくりした、びっくりした、そんな感じくると思わなかった、ずっと思わねえ、いって、おらおち、おへぇ、おぶねえ、おぶねえ、ここは脳幹だ、おぶねえ、おぶねえ、これむずい、やめろやめろやめろ、おぉ、キノコやばい、キノコ満タンだぞ、 HP がすげえ、でも意外とみんな危ねえ危ねえ危ねえ、おー危ねえ、キノコってねえ、いや、むしろ俺らめっちゃ頑張ったよねね、うわー、キノコ、キノコだけ、けどあんまり差はつかないな、差はつかないな、まあ、別にそんなに難しくはなかったな、キノコ、この野郎、いや、なんでいいだろう、勝ったら褒めてくれよ、猿1出せ、どうだよ、てめえ、俺がせっかく2を出したのに、お前は何も考えず、え、何、これ見えねえ、3だ、ちくしょう、抜きんでた、あ、結局止まった、さあ、さあ何するか、今度またさっきみたいにさ、分配分配分配やっちゃう、もういいでしょ、優しい世界じゃん、アニトルスターハブ、え、ビリにアニトルスター10個渡す、誰、ビリって、ビリって誰？わかんない、あれでも全員同じじゃないの？そうだね、むビリが一人じゃないって、いや、どういうことだ、エコヒーギーマジかよ、やっぱロゼタ美しい、あ、やっぱ女性キャラやばいのかと思った、はぁ、ここに来てクッパモテたがり、やっぱカメだけに女の子にね、あー、なるほどな、そうそうそう、すっぽんですか、このすっぽん野郎、1位になって最後のボス、終わりじゃん、はい、行きます、わー、あー、というわけでとうとうボス戦ですね、でかいな、これでかい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 、まあ今10枚ゲットしましたから、ね、いや、でもこれはほとんど多分ラスボスをいい感じに倒したものが勝つ、うん、まあほとんどそうだろうね、ここまでほぼ耐えてきましたから、さあどうなるかな、さあ次、お、カメックのマジカルシューティングバトル、マジカルシューティングバトル、うん、ちょっと面白そうだね、カメ、ベンゾーさん倒すぞおお、すごいじゃん、シューティングだ、ミサイルを取って、はい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 、あー、ミサイルを取って、そうだね、あの、あ、オッケーオッケー、泡になってるやつを取ればいいんだね、オッケー、あー、オッケー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 、なるほどね、キラーを取ったらダメってことね、うん、キラーに当たったらやばいことになる、これは余裕ですよ、お、いいね、これ最後にふさわしいバトルかもよ、よっしゃー、ベンゾーさん倒すベンゾーさん、よし、ベンゾーさん、ベンゾーさん今八郎してるから、そしたらベンゾーさん死ね、よし、あ、ちょ
取れん、取れんぞ、取れん、取れんぞ、何も取れんぞ、取れんぞ、お前らよく取れんぞ、やべえ、好きだ、え、ちょっと一個も取れてないんですけど、僕やったじゃん、ちょっと邪魔や、邪魔や、邪魔、邪魔だ一個も取れないこれで、なんでな、あー、もうやめろや、やっと取れた、あ、ベンゾーさん強い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 、いや、チキショもうみんな邪魔で黄色重いのか、あ、黄色重いよ、重たい重たい、怒ったぞ、あ、まだ怒ったタイム、もう怒ったぞ、うわ、怒ったタイム、お、なんかかっこいい音楽になったぞ、あら、あの星、くそー、マジで取れない、そうそう、マジ取れない、あー、でかでかい、危ない危ない、でかー、よしよし、オッケーオッケーオッケー、それはでかい、あ、危ない、見てなかった、そう、見てなかった、今マイナス3は痛いな、あー、もう何これ、やばい、なになになに、あれ、なにこれ、なにあれ、やばい、やばいやばいやばい、あれはやばいだろ、あー、ビリビリ、いてー、いてー、でもあれ取りたい、いてー、あれ取りたい、いてー、クソちゃん、白線、あー、危ない、うっそ、俺のだぞそれ、うわうわ、やばやばいやばい、あー、もう、うわ、邪魔くせ、あー、マジかよ、すげー、50、お前かよ、お前かよ、お前だったのかということで、お、ドンキ50点、すげー、多分ね、序盤ね、俺 FB とぶつかってましたね、お前のミス多すぎない確かにうっそ、これで決まり、よっしゃー、でもどうだろう、ドンキ、あー、でも、あ、15、手が決まったんじゃないかな、猿がはしゃぐなよ、これどうなったの、ね、これどうなったの、分かんないですよ、でも何も持ってた、表彰式、プラス系あるのかな、そう、多分あるでしょ、あ、ボーナススター、さあ、これで決まるぜ、多分そうだな、あ、5個あるの、今回、おお、これは全く分からん、いいよ、まずはまずはこちら、のんびりスター、あー、キラキラに入った、はいはいはい、え、何個入んの、どうじゃない、アイテムスター、あ、アイテムスター、おお、あ、これでみんなまたほとんど並んだな、ええ、え、2つだけいや、もう決まってんじゃん、もうそしたらアルマかな、かも、え、わかんない、わかんない、え、さっき1位だった人がこれ1位だよ、たぶん、はいはい、もう1人落とされた、あ、え、え？よしーおお、いつの間に、全然意味が分かんないんだけど、なんで俺1位だったの、まあ、おそらく俺とアルマが並んでたから、うわー、そう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 、で、あの、多分2位だったから、それでちょっと出たんだろうね、全然今予想してなかった、すげえ、キック2連勝じゃん、しかも逆に、キックパーティーだよ、今ね、エゴヨが1位だと思ってたの、なんか知んないけど、なんでだよ、お前こういきなりプンと落ちたからさ、すげえいい勝負だ、うおー、すげえ、これ2連勝じゃん、おお、イエーイ、キックンパーティー、やっとまさかここに来てキックンパーティーになるとはね、ミキミキミキプルーンじゃん、やったいやあれですよ、ミキミキ、9位の時はアロマパーティーだったからね、そうそうね、それに比べて今回はね、なんでそんな偏るんだろうね、いやでもよかったです、勝手でやったはい、というわけでじゃあ今回はこんな感じで、はい、じゃあ全世界のみんな、バーイ、バイバイ、動画をご覧いただきありがとうございました、ですね、我々、ニコニコ動画と YouTube のチャンネルを持ってますので、ぜひ登録をお願いします、ですね、スマートフォンからご覧の皆様は画面の下からパソコンはこちら、こちらからお願いします、はい、で、ニコニコ動画はこちらの方からよろしくお願いします。よろしくお願いします。